皆さんこんにちは、水木アナの青色 TV、 イエーイ、始めました。今日はマジでちょっとあれなんだけどっていう女や今日は男性が嫌う女性の行動を、男性が嫌う女性の行動を紹介したいと思います。じゃあ一個ずつ言っていくな。まあ男の人ある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 やと思うけど、女からしたらそうなんやと思うこともあると思うから、まあぜひみんなこういうところを気をつけてみましょう。じゃあまず一つ目、タバコ吸う女、嫌やねんて。タバコはな、体に悪いからな。でもタバコ吸う女が嫌ってなんかあれじゃない、そんなんあんねんな。だって女からしたら男の人だってタバコ吸ってるやんみたいな。まあ、全然青は吸わんけど、吸ったこともないけど次、昔のことを本当によく覚えている人。全然関係ないとこで、あの時はこうだったじゃない、ああだったでしょっていう、今関係ないことを話し出すってことか。ああ、確かにそれはな、嫌やな。でも女の人ってそういうの多ない。ちょっとなんか根に持つタイプ。なんかあの時ああやったのになんで今こうなみたいな。でもそれ確かに多いと思う。あるあるかも。女の人あるあるやと思う。三つ目。飲食店での会計の時の突然の振る舞い。おごるのは別にいいんだけど、ごちそうさまもないのはムッとするし、当然でしょみたいな振る舞いはちょっとなって思うねんて。まあそれはな、まずさ、そのさ、こう男の人とさ、ご飯とか行ってさ、おごってもらうのが当たり前って思うこと自体な、違うよな。って思う。まず一緒にご飯行ってんだったらな、割り勘っていうか、なんかな、出すわって、そらなるわな。あと、ごちそうさまありがとうも言わへんとの人。それはあかんと思う。ごちそうさまとありがとう。もし怒ってもらった人は絶対ありがとうございますが、ごちそうさまでしたみたいなな。それはいると思う。次、四つ目。全身がブランド品の女。なんか全身がブランド品の女の人、嫌なんや、男の人って。何が嫌なんかな。でも、全身がブランド品とか着てるのにもかかわらず、めっちゃダッシュで走ってる人とか、なんかもう必死に頑張ってる人とかはちょっと嫌やなって思ってしまう。次、5個目。もういいとか言って、一方的にコミュニケーションただれる。あー。でも確かにもういいって言ってさ、もう終わっちゃったらさ、こっちまだ言いたいのにみたいな。言ったら、自分が男としたら、女とするやん。女とするやんって言っても人おらんけどさ。そう、確かにな、話し合いとかしててな、もういいとか言われたらな、何がもういいんやってなるもんな。確かにもういいっていう女の人は気ぃつけや。次、ゲップ。いやー、ゲップな、ちょっと待ってよ。あー、青の恋も終わったはい、次、デート直前に喧嘩。いや、それはな、確かに。あ、違う、6個目。デート直前に喧嘩。まあ、デート直前に喧嘩するんやったら、もうデート行きたくなくなっちゃうしな、まず。てか、そんなさ、言い争いをさ、そのデート直前にすることじゃないと思うけどな。それはでも、女の人に限らんくない？女の人なんかな。あと次、電車の中での化粧。これはほんまに男の人嫌がるような。ほんまにやめた方がいいと思う、もう。あ、でもリップとかするで。なんか口割れてきたな、みたいな感じで。そうやって化粧に入らんか。リップはいいんかな。で、最後。もし奥さんとか結婚してから言われたくない言葉。臭い臭いって言われたくないらしい。そうね、男の人って結構臭いって言われるの嫌やねんな。でも確かに自分でもな、めっちゃ臭いとか言われたらなんか結構傷つくよな。え、マジでみたいな。みたいなことになっちゃうよな。はい。まあぜひ、女の人気をつけてください。まあ女の人がこれ絶対にやってるってわけでもないと思うし、みんながみんなそうじゃないと思うから、あれやねんけど、まあ大体女の人あるあると思うから、まあそこは気をつけてください。まあ次はまた次回の機会で、男の人にしてほしくない行動を紹介したりするので、お楽しみに。はい。ゲップは皆さんやめましょう。それじゃあ、またね！